立ち上がりに岩崎ワンアウト満塁という大ピンチで高橋三振、そして阿部、高橋三振、その後阿部センターフライに打ち取ります。ここを切り抜けました。初回の大ピンチを切り抜けて、その裏タイガースワンアウト二塁で3番の江越、第7号の先制ツーランホームランが生まれました。いい流れで来ました。そして4回のタイガースです。ワンアウト一塁から高山、痛烈な当たりでした。ツーベースヒット、満塁となりますが、その後岩崎、これが押し出しのフォアボール、これで3点目。さらにトップに戻って北条、このボテボテの当たりですが、ダブルプレー崩れの間にもう1点入って4対0。続く大和、これが素晴らしいタイムリーヒットになります。5点目、完全にタイガースペースでゲームが進みます。そして先ほどの5回ワンアウト1塁2塁からレフトへの豪快なスリーランホームラン、前半終わって8対0とタイガースが大きくリードしています。まあ、ここまでは関本さん、久しぶりにちょっとこうタイガースは楽な展開になってきてますけどね。そうですね、北条、北条、大和、江越、高山、はい、若い選手ね、はい、結果出してますね。